e n フォード I4DOHC エンジンのシリンダーブロックシリンダーブロックとは来年期間の部品の一つであり特にシリンダーとクランクケースを一体化した構造の部品のことを示すエンジンブロックと呼ばれる場合もある英国のローバー EN-K シリーズ16バルブ DOHC エンジンのシリンダーブロックウェットライナー構造を採用している アメリカのオールズモビルビッグブロック400キュービックエンジン360馬力440フィート LBF のトルクを発揮するシリンダーブロックには複数のピストンが収まり下部のクランクケース部分にはクランクシャフトが取り付けられるまた補機としてウォーターポンプやオイルポンプが取り付けられる場合がありエンジン形式によってはシリンダーバンクが形成されたり バランサーシャフトが内蔵されることもある。シリンダーブロックはエンジンの心臓部にあたる部品であり、強固なボルト結合によってシリンダーヘッドやエンジンマウント各種保機類が取り付けられ、さらにはクーラントやエンジンオイルの通路も設けられている。水冷エンジンにおいては万が一クーラントが凍結した際にエンジンを内部から破壊しないためにコアプラグと呼ばれる。 緊急需要圧力解放線が設けられている。しかし、シリンダーとクランクケースが完全に一体、鋳造されてしまっているため、各シリンダー間の中点の距離は加工設備の大規模な変更を行わなければ修正が難しく、シリンダーのボアの大きさは、シリンダーブロックのサイズによってある程度限定されてしまう。場合によっては、シリンダーブロックの厚さやシリンダー中点間のピッチの 金合いにより、工場出荷状態からそれ以上のボアアップが物理的に行えない場合もある。シリンダーブロックは一般的には中鉄を用いて作られるが、現代のエンジンは軽量化や衝突安全性、リサイクル性の向上のためにアルミニウム合金の鋳造品が用いられることが多い。後者の場合には、シリンダーの摩耗防止のために鉄製のシリンダーライナーを挿入するか、 シリンダー内壁にメッキをかけることが一般的である。モータースポーツなどにおいて、シリンダーブロックに極端な軽量化やシャーし、構造材としての強度を求める場合には、マグネシウムやベリリウムがシリンダーブロックの材質に用いられることもある。シリンダーブロックの中には、ウェットライナーと呼ばれる着脱可能なシリンダーライナーを備えるエンジンもある。この構造は、 やや特殊なヘッドガスケットが必要になる反面、シムケチによるボアダウンが生産ラインで容易に行えることから、特にヨーロッパ車において多く用いられている。現在ではルノーやプジョーがこの構造を積極的に用いている。アメリカにおいて主流である V 型8、気筒エンジンにおいては、シリンダーブロックの大きさにより、ビッグブロックとスモールブロックの区別がある。 元々は最大 9.0L 以上の排気量を共用できるビッグブロックが最初に登場したが時代が下るに従って軽量化のためにスモールブロックが主流となっていった。ほぼ同じ排気量のエンジンでも時期によってはビッグとスモールの両方が展開されることもあった。しかし高度なメカチューニングで大出力を発揮する用途では現在でもビッグブロックのエンジンをもとに 大幅な改良が施されることが多い。自動車アセスメント、鈴木ハスラー、オフセット全面衝突試験衝撃で、フロントグリルとナンバープレートがめくれ上がり、その隙間から変形した、エンジンブロックやピストンの破片が見えている。https コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com スラッシュオッチ、v コール0クリブ3トン CSG8 に軸破砕機 MG シリーズエンジン破砕ウォータートレンド。ありがとうございます。